里崎チャンネル。じゃあこんにちは。野球もねだいぶ進んできて、そうですね、平均で約35試合、うん、そうですね、だもう 30% 終わったんですよ、うん、シーズン、はい、だもうあと 70% しかないですよ。そうですね、あと5倍あるとか最近言ってたら、もう進んできたらもうあと3倍とか、ね、そう、だからもうちょっと、もう数日したら3分の1終わるんで。そうですね、そう考えたら、うん、もう改善していかないところは改善していかないと、特にセ・リーグはクライマックスシリーズないんで、はい、うん、下手したら8月中ぐらいから消化ゲームになる気になってきます。いや、しかも今結構差開いてますもんね。そうなんですよね、うん、でも若干まあ、今ね、はい、7月31日なんで、はい、約6月から、ね、1ヶ月半終わりましたけど、はい、この週末っていうか、まあ、火水木で、DeNA が巨人に勝ち越したりしてて、はい、そこ若干足踏み感あるところがあるんで、まだ持ってますけど、はい、巨人独走しかねないんで、うん、セ・リーグは本当にパ・リーグはね、全体的にギュッと詰まってますけど、そうですね、どう入れ替わるか今パ・リーグも本当分かんないですよね。一日一日でね、順位が大きく変動していくなっていうところで、はい、今日は、はい、耳を塞ぎたくなるような、はい、あの一部の方は、はい、あのいう企画をあえて言います。あえてそういう企画やるんですね。はい、あえてやります。はい、はい、12球団、うん、全チームの、はい、ウィークポイントいや、いいところ言うとかじゃなくて、うん、ダメなとこ言うってことですよね。そうそうそう、だって、はい、あえてね、だからもうそんなのね、はい、もう特定の球団の人、はい、今状態上がってないところ、はい、言われなくても分かってるよみたいなねふざけんだよ、もうそんなの言われなくても分かってんだよとか、はい、そんなの誰でもそう思ってんだよっていうところが出てきます、はいみんなあ、ですよ。だからね、あの、分かりきってることを言います。はい、でも、はい、その分かりきってることが大事なんですよ。そうですね。はい、でも佐藤さんはダメなとこ言うだけじゃなくて改善点とかも教えてくれるんですよね。いや、それはもうチームの人次第でしょ。まあまあ、でもそれがあの、分かる、あれですよね。分かりきってるかもしれないけど分かってない方もいるかもしれないですもんね。そうですね。はい、しかもね、はい、ジャイアンツとか。うん、ホークスのウィークポイントも言いますからね。え、ありま、ジャイアンツとか全然思いつかないですよね。ここがダメだとか。もうちょっと、もうあえて言います。だから、はい、もうこれもね、うん、完全に、はい、僕は今年ね、本当にあの6月19日開幕から、はい、7月だから昨日まで30日、うん、全チーム全試合見てきた中での総チェックやってますしね、はい、中での意見なんで、はい、あの適当なことを言うつもりもないし、僕が思ったこの全試合をちゃんとくまなくチェックして思ったところを言っていくんで、はい、あのそれ違うのっていうところが出てくるかもわかんないですけど、僕がそうやって思ってるんだから仕方ないですよね。そうですね、はい、はい、じゃあそれをやります、はい、これはですね、ちなみにですね、3日間でやります。はい、4チームずつってことですね。4チームずつ、はい、3日間で、はい、やっていきますというところで、まず、まあ、下の順位からいきましょう。はい、今日現在の、はい、今日現在ね、こちらになってますセ・パ、はい、ね、あのセ・リーグは巨人、ヤクルト、DeNA、阪神、広島、中日、そしてパ・リーグはソフトバンク、楽天、西武、ロッテ、日本ハム、オリックスというところで、はい、まあ、まあ、いわばね、全試合見てきた僕が、はい、全チーム、うん、ウィークポイント、はい、総チェックこれです総チェックですね、はい、はい、最近ね、うん、総チェックをパクってる人たちがいて、え、そうなんですか。総チェックっていうね、はい、だから俺も影響力出てきたなと思って喜んでるんです。あ、それ YouTube 内で、内で、はい、那須さんのね、はい、J リーグの、はい、那須さんはわざわざお電話いただいて、はい、佐々木さんと、はい、あの J リーグでも佐々木さんの総チェック、グッドプレー、バッドプレーやりたいんですけど、はい、いいですかって言って、はい、と丁寧に、はい、あの電話もらって、いや全然いいですよと、そんなの気にしなくても、はい、あのそんなのみんなやること一緒なんですから、うん、できること限られてるじゃないですか、はい、そんな大きくできないじゃないですか、うん、違うことって、だからできること一緒だし、どっちが先か遅いかだけであって、うん、そんなの全然使っていいですよっていうのは電話で言ったんですけど、はい、今ちょっと総チェックっていう言葉が広まりつつあるんで、はい、内容はどうなんですか、はい、内容は那須さんは J リーグ全試合見てきました、はい、そうですよね、はい、その他にちょっと総チェック使い出した方々はもう総チェックがね、ちょっと広まりつつあるなっていうね。総チェックってなかなかないでしょ、この言葉の表現として。そうですね、はい、全部チェックしてるってことですもんね、はい、全試合チェックしますとかね、はい、全試合チェックとかは、は
あるかもわかんないですけど、総チェック、総チェックってなかなかないですか。確かに。じゃあこのチャンネル発信のことなんですかね。流行語大賞いけんですかね。総チェックね。どうでしょう。こっち申請したらどうですか。総チェックのことも。いやね、あの、はい、ガッツポーズは止まんないですね。影響力出てきたなっていう、ね。そうですね。はい。まあ、ということで、はい、あの前段終わりです、はい。入りましょう。やりましょう。まあじゃあオリックス。最下位から、ね、だから今はパ・リーグはね、はい、ソフトバンク、楽天、西武、ロッテ、ハム、オリックスですから、じゃあオリックス、日本ハムで、セ・リーグは中日、阪神のね、はい、あのウィークポイントっていうところを、まあ、探っていきたいなと、はい、いうところですけども、うん、まあしっかりデータを見ながらになりますけど、まあオリックスはですね、はい、全体的に言うと、やっぱり、全試合見ましたけど、はい、36試合、うん、いやこれね全試合見て喋る人そんなにいないと思うんですよ、ね、ちゃんと全試合見てきましたけど、はい、やっぱりいいチームっていうのは間違いないんですよ、はい、チームとしても選手の能力も高いし、はい、じゃあ何がウィークポイントとして問題あるのかっていうと、ちょっと波多すぎるっす。こう状態いい時はだから勝ちきれるんですけど、状態が上がらないと勝ちきれないっていう、なんか連敗とか連勝とかがありますよね。そう多いんですよ。だからあの6月とかもね、はい、前ロッテ戦6連敗で、うん、まあ、6月1勝9敗っていうところで、まあ大型連敗しましたけど、はい、でもまああの日本ハム戦はね 1-2-3、4勝1敗1分け、はい、であの楽天戦もね、あの4勝1敗1分けと、うん、あのうわーって思うんですけど、そうなんですよ。西武もねその後連敗した中で北西武もあの3勝2敗1分けとね、はい、まあ、勝ち越してるっていうところで、うんうん、あのおおと思うんですけど、ソフトバンクに1勝5敗したりとか、はい、今もあの日本ハムに昨日までカース目で3連敗、うん、まあ、これ週末ねどうなるかは分かりませんけど、このでこれがすごいんですよ、はい、3勝3敗とかじゃなくて4勝5勝するけど、はい、なんか連敗するみたいなっていうところがね、うん、今のこの13勝20敗っていう成績になってるんで、はい、うん、正直言うと5割はいけるっすね、いけた、うん、この戦い方見てても、はい、やっぱりねミスが多いからやっぱ接戦で勝ちきれないんですよ、うん、だそのミスで負けてる、エラーつかないミスで勝ち落としてるって試合がもう何試合もあるん で、はい、でそういったところでその最初失点差で来てるところを勝ちきれなくて最後ドンって突き放されるっていう試合があるんで、もうオリックスは簡単、ミス撲滅これですいやだって一人一人なんかこの間宗選手のランニングホームランとか見て、うわ久しぶりに見たなとか、ね、そう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 、ね、であの佐野、はい、足めちゃくちゃ速くて、うん、ピッチャーゴロサードゴロで内野安打になるぐらいの、うん、あの足の素晴らしさもあるし、うん、あのピッチャーでもねその鈴木、はい、都立の星って最初言われてましたけど、もう今ねそんなこと言われないじゃないですか、はい、それぐらい、まあでまだねこう荒削りなところありますけど、いいピッチングもね、はい、見せてくれてる粘りの投球もあるんでね、榊原なんて気合いのね、いいですよね、投球なんか見てて気持ちいいじゃないですか、はい、若干やりすぎ感はありますけど、なんかあの表情とかすごい好きですよ、うん、見ててね、はい、気持ちいいっていうところもありますし、はい、であの中継ぎにねヒギンスが最初は7回とか6回ぐらいだったのがね、はい、ヒギンスがパシッとはまってでディクソンにつなげる形ができて、はい、いい形になってるっていうね、そのもう一つ前がね若干気になるなって、もうなんかもうちょっと細かく欲しいなっていうところもありますし、先発は山本ね、で田島っていうところのね、うん、ピッチャーもいいし、アルバースもね、はい、まあ、あのゲームを作っていくっていうところではね投球できてますし、やっぱり山岡がね、はい、いなくなったのが若干痛いなっていう形はありますけど、でもその中でもいい戦いできてるんですよね、うん、こうなってこうなっちゃうんで、でもそこはねやミスが多い、ランナーのね、はい、完全アウトのタイミングで回ってアウトになっちゃうとか、うん、ここ一番でエラーするとか、うん、っていう牽制アウトとか、その技術的な打てない打てる、うん、抑えれない抑えれるっていうのは技術的な問題だから、はい、まあ、これはね練習していくしかないですけど、気をつけてたら防げるミスっていうのは結構あるんです、オリックス、うん、だからね、もったいない、いいチームなんです、はい、そのもったいないをなくしていけば全然貯金になるよっていう、全然なるんですね、だからね、うん、ウィークポイントはミス多すぎっていうね、はい、その選手もベンチもっていうねところもあるんで、はい、改善点ミス撲滅これです、はいこれができればもういつでも上がります、ね、でもこれよくないですか、はい、いつでも上がれるんですよ、そうですよね、そんなチーム、はい、あの最下位いないですから、そうですね、だって打たないとかじゃないんですもんね、ここはもう公開するからどうしようかとかじゃないんですよ、はい、ミス撲滅、はい、そんなこと
と、うん、すごい、まあ、難しいですけどね。それもそうですよね。難しいですけど、うん、でもそういったところを改善できていくと上位に行ける力はあるっていうところを考えるとね、うん、やっぱりそういったところをちゃんとしたいなっていうね、うんうん、ところはありますよね。まだまだ浮上の可能性はあるぞと。いや十分あるでしょ。で次日本ハム、はい、日本ハムはね、はい、ウィークポイントが若干解消されつつあります、はい、この1週間、この1週間ぐらいで、はい、もう、うん、それは何と言っても、はい、太田、太田の状態が上がってきたんで、うん、そういったところは、うん、打線がね、はい、うまく回るようになってきましたよね、うん、打率も徐々にね、2割2分9厘、打ってても、うん、それまでどんだけ打ってなかったか分かるんですよ、はい、結構打ってるのにまだ2割2分9厘ね。あ、そうですね。でも状態も上がってきたし、はい、まあ、こういったところをね、この太田の活躍っていうのはね、埋まりつつあるっていうね、はい、でしかもそれで杉谷が台頭してきたんで、そうですね、杉谷の状態がめちゃくちゃいいんで、はい、2番に杉谷を置くことによって、うん、まあ、太田がねあんまり打てなくても打線に影響なかったっていうところで、うん、そこのバランスがね保てる中での太田のねウィークポイントが生まれつつあるんで、はい、ウィークポイントがウィークポイントじゃなくなりかけてるっていうね、うん、でもねやっぱり最後のウィークポイントはですね、はい、先発ですね。あ、ピッチャー陣、やっぱピッチャー陣がの先発が、うん、まあ、僕が見てきた中では、まあ、ウィークポイントかなと、はい、でまあ、やっぱり有原がね6試合で1勝しかできてないっていうところもありますし、あと新人のね川野君も5試合で1勝3敗というところでね、防御率も4点で、まあ、なかなか、まあ、初勝利ねはめでたいことですけども、はい、なかなかねっていうところもありますし、ショートスターが、はい、やっぱ全く披露してないっていうね、うん、7月入ってからは初回に必ず失点してるんですよね、はい、だからまあショートスターターなんだったら初回から全力でいって、うん、まあ、1回もしくは2イニングを完璧に0点で抑えてつなげていかなきゃいけないところ、初回に必ず失点してるんで、うん、そういったところでそのショートスターターがうまくいってないと、うん、もし仮にショートスターターっていう意味合いが、まあ、先発で投げてうまくいったら長いイニングいこうかみたいなニュアンスだと、まあ、うまくいかないですね、うん、正直、はい、もっと全力で 1,2 回を抑えにいかないと、このショートスターターがうまくいってないっていうところもね、はい、まあ、土曜日が勝ちきれてないっていうところもね若干マイナス要素かなっていうところもありますし、まあ、マルティネス、そしてバンハイゲンもねちょっと波ある、いい時はいいですけど、はい、悪い時は悪いっていうところでね波あるっていうところもあるんで、まあ、全体的に先発の頭数がね、まあ、上沢選手がねこの前400数十日ぶりの勝利を収めたって言っても、ね、うん、僕が見た中ではまだ本当の上沢じゃないっていうところもあるんで、まあ、全体的にやっぱり先発投手陣がまだ不安っていうね、いやもうその名前挙げたらいるんですけどね、はい、でもその選手たちがまだ万全な結果を出し切れてないっていうところのウィークポイントがあるんで、はい、まあ、中継ぎはね宮西とか、うん、700試合登板、あ、そうですね、まあ、鉄人のね、うん、もう領域で頑張ってますし、で打線もね太田が帰ってきて近藤一発のある中田で、まあ、杉谷がね、はい、もういい感じのチャンスメーカーになって、ね、西川の足もあったり出塁あったり、うん、まあ、キャッチャーもね宇佐美がね打撃で活躍もしてますし、はい、そういった面での打線のねウィークポイントが生まれつつあるところで、一番のウィークポイントは先発、ここがうまく回れば、はい、いつでも上がります。いやもう今ちょっとでも勢いがこうなってきてるんで、来てるんですよ、だからそこの先発がね、はい、いい形で勝ちもついてるんで、うん、そこがもっとねバシコーンっていう安定感さえ埋めば、はい、うん、だからねファイターズファンの皆さん、はい、そんなことないよっていうかもわかんないですけど、はい、この企画もう一回考えて、はい、あえて言いますですそうね、そんなに思ってないけど、あえてね、そうそうそう、いや、思ってますよ、あ、そうですか、はい、だからファンの人からしたらそんなことないよっていうところでもあえて言われちゃうっていうところもあるんでね、はい、納得できないことはあるかもわかんないですけど、低評価だけはやめてください、はい、そこだけそこはすんなり受け入れてほしいですね、そうですね、はい、もう一応全試合見てるわけですからね、そうです、適当なこと言ってないだけは、はい、僕らの総チェックを週2回全試合見ながらやってきたことを見てくれたら、はい、この佐々木チャンネル見てる人が分かってくれてると思うんですよ、はい、だからそれは全試合見た中で僕が思うことですからね、はい、でもいいじゃないですか、先発バシハマると上行くんですか、いやそうですよ、上に行ける可能性は全然あるんですよね、全然あるんですよね、はい、あとやっぱり打線でいうとね清宮選手の覚醒待ちっていうね、はい、ちょっとまだフラフラしてるんで、うん、もう1回2軍に落として、まあ、栗山監督がね2軍でどんだけ打っても1軍で打たれると成長しないっていうコメントありましたけど、うん、でもまあ村上にしても安田にしても、はい、やっぱ2軍でしっかりと育てながら経験積まして1軍で勝負っていうところもあるんで、まあ、1回ねこうふわふわしてる状態で上がらないんだったら2軍でねギュッと詰めて試合さすっていうのもね、うん、まあ、手なのかなっていうところはありますけど、はい、清宮がいい形でね打って上向けばねもっと厚みは増すんですけどね、若干まだ
先が見えないなっていう感じがありますね。はい、さあ続いてセリーグ、最下位。中日。最下位どこでしたっけ？中日ですね。え？最下位でした。は、はい。そのチームでしたっけ？中日。あら本当最下位。ドラゴンズ皆さん、はい、頑張んないとあの8月中ぐらいで消化ゲーム領域になっちゃいますよっていう、はい、今なんとか踏ん張ってますけど、はい、あのまあ、あのこのカースイモクね、カープとの5位6位決戦で1勝1敗1分けと痛み分け、まあ、どっちも下がんなくてよかったなっていう見方もありますけど、ここでとね、カープもそうですけど中日もね、こう一気に上に行けなかったなっていうね、ところもありますけども、ドラゴンズウィークポイント、はい、全部っすそだ全部だもん。え、全部なんかいいとこでもあるじゃないですか、絶対ビシエド、はい、あとアリエル・マルティネスの出現、そうですね、うん、え、全部じゃあ一個ずつこう言ってってくださいよ、全部ってこうまとめないで、うん、ここってもうちょっと言ってくださいよ、ここ、はい、まず、はい、あれ選手、え、どこ行きましたっていうどこ行きました、うん、まあ、怪我人多いよね、うん、はい、あれそんなチームじゃなかったみたいなね、でやっと高橋周平がね、はい、帰ってきましたけど、ね、やっとね、はい、あのもう人がどんどんいなくなっていくんですよ、はい、僕の思ってる、はい、人がね、優勝予想した時のメンバーとあれちょっとなんか違う、うん、平田選手もね、はい、いなくなって、うん、でアルモンテもまた、はい、去年も怪我で今年はいけるかなと思ったらまた怪我していなくなって、はい、うん、でロメロがね開幕前に怪我して、はい、え、ロメロいないの、でも開幕伸びたから帰ってこれるかなっていうところでね帰ってこれないですし、小笠原、あれ投げれないかったのみたいなね、はい、であとあの中継ぎから抑え、うん、まあ、もちろんねあの不安要素はありましたけどいけるんちゃうかって思ってたところでね岡田がうまく回らないとかね、はい、今祖父江とかねマルシネスとか、はい、あの服とか、うん、頑張ってますけど、はい、あれっていうね、うん、ところもありますし、はい、っていう感じです、はい、あとはあのねちょっと作戦面もうまく機能してないですし、はい、全部です、なんとか改善しよう、はい、なんとか、はい、どっからじゃあ改善するのがいいですか、そうですね、まあ、チーム防御率は今セリーグ3位でしょ、はい、チーム打率が最下位、だって昨日去年セリーグ1位ですからね、うん、そうですね、盗塁6個と、うん、DeNA の5個について足も使えてなければ少ないホームランも19本と得点はどのくらいなんですか、ダブルスコア以上にだって5位のチーム、5位がだって32本ですからね、ヤクルト2倍以上打たれてるんですよ、うん、でだから得点が112点しか得点できてないんで、ジャイアンツとは50点以上引き離されてるんですよね、だからもう得点力不足なんですよね、はい、だからもう打線ですね、うん、もうどうにか点取っていくしかないですね、うん、もう作戦をうまく噛み合わせて、うん、もういくしかないですね、そうですね、野球ってピッチャーがどんなに頑張ったとしてももちろん頑張らないといけないんですけど、うん、得点しないと勝てない、そうなんですよ、ゲームですしね、でも、うん、落合さん監督の時は、はい、チーム打率が最下位で、はいはい、もう1点リードで勝つ野球っていうのを目指して、はい、守備特訓して優勝したんですよ、そういう事例もあるんで、だからどっちに特化するかですね、はい、うちね西武の三冠打線のように、はい、はぁ注目力最下位関係ないよ、10点取られても11点取るぜって行くのか、はい、うん、もう、うん、1点しか取られへんと、はい、いい1点守るぜって行くのか、あ、まあ確かにそれもできますもんね、だからどっちかに、はい、もう、うん、極端な言い方シフトするしかないと思うんですよ、はい、もうそれできなかったら終わりですね、うんうんうん、でピッチャーが、はい、とにかくね高いんです球が、はい、だから岡野とか、うん、いいのやっぱ低め投げれてるんで、はい、山本も梅津も、うん、いい球投げてるんで、はい、もう何でもいいから低く投げろっていう球が高いっていうのは何があれ原因なんですか、その低く投げられないってどういうあれなんですか、まず技術が足りないのか、はい、まあ、もう一つは、うん、体を一生懸命投げようとしすぎると開くんですよね、はい、開くと手が離れるんですよね、はい、そうなるとリリースポイントが高くなっちゃうんで、うん、自然的にも上にしか行かなくなるんですよ、ね、でそれが嫌だからちょっと引っ掛けると下に行くんですよね、はい、思い切って、うん、で制球つかなくなるっていうところがあるんで、はい、まあ、状態を振らないようにしなきゃいけないですね、そ
それでもピッチャーの状態があんまりこう良くないっていう、だから下半身使えてないのか、あとは必死で投げするって言うとそうなるんですよ。あ、やっぱり必死でやりだすと、はい、人間って足と手どっちが力入るって、うん、絶対手の方が力入りやすいんですよ。なるほど。で必死でやろうとすればするほど、はい、上に力入るんで、うん、上ばっかりが力があって下が使えなくて、はい、ボールが上ずるっていうことがあるんで、はい、まあ、どれだけバッターもそうですけど、うん、どれだけ手を使う競技っていうのはどれだけ上をリラックスさせれるかが勝負なんですよ。はい、だそこがやっぱりちゃんとやりたいっていう思いが強すぎて状態に力があるんで、もうちょっとバランスよくっていうところをねやっていく必要があるかなっていうところがね、はい、あります。中日はこっからの改善点、あの優勝するためにはやること一つしかないんですよ、はい、もう内容関係ないから結果にこだわって8、9、10、11、まあ、約4ヶ月間シーズンありますよね。全部貯金コース、だからまあ6試合の、まあ、大体四六24としたら24試合、はい、15勝9敗です、うん、全月。そしたら貯金20になるんですよ、はい、で今借金が8なん で、はい、で貯金12になるじゃないですか、はい、多分優勝ラインいけるんですよ、はい、今巨人っていくつ、あの9です。9でまだ伸びるんで、伸びますね。多分優勝ラインは70勝50敗秒数してるんです僕は、はい、120試合で平均大体20ぐらい、はいはい、で残り15勝を、うん、4ヶ月したら60勝じゃないですか、はい、そしたら今あの13勝してるんで、はい、73勝、うん、だから優勝ラインだと思うんですよ、はい、だからドラゴンズはもう8、9、10、11、4ヶ月間15勝9敗最低ノルマ、はい、これができるかできないかです、はい、できなきゃもう無理、優勝はできるか、それが無理やと思ったらもう無理です、はい、だから、うん、今日終わって明日から、うん、明日からの8月構成で、はい、もう15勝9敗を毎月、はい、毎月ってなると1週間に4勝1週間、そうですね、で16、はい、で1回3勝の時が4勝っていうことは2勝1敗をエンドレスで繰り返す、はい、っていうことはこっからシーズン終了まで、カードを全部勝ち越しが乗るで、それだけこの36試合でもう切羽詰まって後がない状況なんで、これもしうまくできなかった場合2週間と8月15日、うん、消化ゲームのもう金が鳴る可能性があります、はい、いやでも佐藤さんが優勝予想をしてるわけですからね、頑張れドラゴンズ、はい、はい、さあ続いて広島、はい、行きましょう広島今ね、はい、5位、借金5、12勝17敗4引き分け、はい、もう広島のねウィークポイントはもう一つしかないですよ、はい、中継ぎカープの皆さん今声が聞こえました、分かってるもうここにデータ作ってもらったんですけども、はい、まあ、ここまでですね、まあ、主に投げてるのが最近で言うと、まあ、堀江、はい、加入じゃないですよ、堀江ですよ、はい、知ってます、知ってますよ、僕はもう ね、一生忘れない、私も一生忘れないと思います、はい、最初はね、はい、もう無安打無失点ってね、はい、いい形で来ましたけど、やはりここに来てね、ちょっと疲れてきたかなっていうところでね、はい、防御率が 3.95 とね、ちょっと落ち込んできたかなと、まあ、15試合と、まあ、フランスはとついでね、今中継ぎで一番投げてるんですけど、でフランスはもうね 3.95 と、防御率がねちょっと悪いと、うん、でまあ、最初抑えのスコットはね防御率 22.50 と、まあ、6試合とも今2軍にいますけどね、はい、まあ、ちょっとここ想定外と、うん、っていうところがありますね。あと DJ ジョンソン、はい、9試合 2.08 と、うん、まあ、数字的に見たらいいんですけど、ちょっと見ててまだ危なっかしいと、はい、でまあ、高橋、うん、島内、菊池、はい、市岡、薮田、中崎、今村と、うん、全体的に苦しい、はい、うん、今見てて一番安心感のは、はい、ケンブラ、ケンブラが一番上がってきたから、はいはい、いい感じで投げてるんですよ、うん、でも抑え向きかっていうとそんな感じじゃないんで、はい、まあね、中継ぎ、うん、まあ、6回、7回ぐらいがね適任なのかなと、あとはまあもしうまく育てば先発でね投げてもケムナは面白いのかなっていうようなピッチング内容に見えますけど、はい、まあ、この前はね一応が後ろになってよかったけどダメになったりとか、でこの前フランスになったり、ちょっと後ろがね決めきれないっていうところで、最初の菊池投手でね安定してたかなと思ったんですけど、そうだ、だからここがねもうどうするかですね。逆に言うと中継ぎがうまくはまっちゃえば、はい、もういつでも上げます、はい、打線もいいし、ね、安定してるし、まあ、先発がね、はい、この前野村が復帰して、うん、いいピッチングして、まあ、ジョンソンもね1回再調整で帰ってきてからね、はい、まあ、そこがもしうまくね、まあ、森下とか、うん、で大瀬良がね今ちょっと抹消されてるんで、はい、そこがねカープにとっては痛いなっていうところもあるんで、うん、だからこそね中継ぎ陣
頑張れ中継ぎ、もうこれしかない、はい、でもここ改善できれば、はい、だからこの前ね総チェックの時に言ったんですけど、守護神はねもう挙手制っていう、あ、言ってましたね、はい、そのぐらい気合とかもやる気がある人にやらせた方がいいっていう、その方がいいのかなっていうね、はい、それなんでかっていうと、はい、ひょっとしたらですよ、うん、あのじゃあ守護神やってくれ、はい、やった時に大丈夫かなって思ってる選手もいるかもわかんないですね、はい、思うような今そんな自信ないよってとか、うん、え、守護神ドキ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 っていう、はい、の選手もいるかもわかんないですね、はい、ってなると、うん、監督コーチから任せたなって言われても本人がどっか不安あるっていうパターン出ているとね、うん、やっぱりいいボール投げててもいい結果生まないんで、はい、よっしゃとこの窮地俺が守護神やりますっていう、はい、絶対行きますっていう結果はベストして、はい、それぐらいの意気込みある人が欲しい、うん、ああもうメンタル的なものってことですよね、そうそう、よっしゃじゃあお前に任せたら頼むぞ って、はい、っていうのが欲しいですね、うん、ちょっとやってみてほしいですね、挙手制ね、はい、だもうこれはね先発も全員入れて、はい、1軍にいるピッチャーでもう決めてもいいと思います、もし先発が薄くなったとしても、はい、俺やりますっていうのがいたら任せたっていうので、うん、そいつに数試合チャレンジさすのも面白いかなっていうね、うん、こう来たらやっぱ抑えってそれぐらい重要ってことなんですよね、俺はもう絶対抑えやりたい、抑えやりたい、抑え以外やりたくない、ピッチャーだったら、ピッチャーだったら、あ、へえ、なんでですか、初耳なんですけど、だってまあ基本1イニングでいいでしょ投げるの、はい、であの勝ってる時でいいから行く時分かりやすいでしょ、はい、で長いイニング投げるわけじゃないでしょ、はい、で別に俺、ま、勝ち決勝としても何とも思うタイプじゃないそういう理由だから別にメンタル揺るがないからね、そういうので、はい、結構そのやっぱ緊張感を抑えあるって言いますよね、特に1点差とかだと、だって別にね、はい、あの最後まで投げきれない先発が悪いだけで、はい、先発ができないから仕方なくいってやってるわけじゃないですか、はい、っていうメンタルになる俺はね、はい、じゃあこういうメンタルの方はぜひね、はあ知らねえよみたいな、はい、お前大体みたいな、俺は俺のやるべきことやるけど、はい、抑え向きなんですねきっと、うん、だから俺は抑えやりたいよね、はい、でちょっと頑張ったら給料すぐ上がるから、中継ぎとかめっちゃ頑張ってもなかなか上がらないよ ね、抑えてセーブスパンパンってすぐ給料上がるし、確かに俺はもうやるんだったら守護神が一番やりたい、うん、やるとしたらね、私先発かな、そうなんですか、はい、なんかかっこいいじゃないですか、予告先発鎌田やるみたいな、なんかその予告で出るのちょっと嬉しいですよね、あ、明日絶対投げるって分かるじゃないですか、まあ確かにね、はい、まあ先発タイプですね、はい、先発で、じゃあ袴田さん先発して俺が抑え合って、はい、逆転されても俺は何とも思わないって、ね、私の勝ち消してってなります、でもそうやって言ってたら、はい、あの白い目で見られますからね、あ、自分のことしか考えてんのかよって、いや私は言わない、だからね、心でも心の中で思って、はい、あの家で言った方がいいです ね、 そうですね、でも俺はもうそれを言ってる人を聞いたことがあって、こいつ本当ふざけんなよって思ったことがあります、はい、でもそれを誰かはさすがに言えません、はい、口出しちゃう人はいるっていうこと、心の声を言っちゃうんですよね、やっぱりね、はあ、そうなるとね、あんまりうまく回らない、でもカープはね、何と言っても、はい、中継ぎ、はい、打線もね、うん、堂林も鈴木誠也も頑張ってる、先発も若干駒が揃いつつある、うん、中継ぎ陣のみんな、ね、ここはもう総力戦で、はい、何とか頑張れば上行けるんで、うん、まあ、監督もね、投手出身なんで頑張ってもらいたいですね、はい、ということで、はい、今回中日、広島、オリックス、日本ハム、はい、あえて言います、ウィークポイント、はい、どうでしたか？